今天下に曹操に並ぶ勢力はありません。単独で曹操に対して勝てる者はいないでしょう。曹操に次いで勢いがあるのは江東の孫権です。勢力はそれほど大きくありませんが、江東に盤石な地盤を築いています。劉備殿が望まれる天下へと至るには、まずこの二つの勢力に並び立たなければなりません。しかし知っての通り、我らは居候のみ、彼らに並び立つなどとても。よって立つ地を得て志を広められれば、決して絵空事ではありません。曹操が時を得たように、孫権が地を固めたように、その志にて仁徳をもって人を束ねる、それが劉備殿が進むべき道、王道なのです。その上で孫権とは手を結び、共に曹操と当たるのです。王道、それが私の取るべき道。諸葛亮殿のお言葉で悩みは晴れ、雲を破って晴天を見た思いです。改めてお願いする。曹操を打ち果たし、安寧の世を築くため、軍師として私を導いてはいただけぬだろうか。承知しました。この諸葛孔明、知略の限りをもって劉備殿の大志を支えましょう。諸葛亮、全軍の指揮をお前に委ねる。どうかこの難局を乗り越えてくれ。承知しました。必ずや曹操軍を退けてみせましょう。ちょっと待ってくれ兄者。軍師に頼りたがるのもわからなくはねえけどよ、俺はまだこいつの実力を知らねえ。指図されるなんざ願い下げだぜ。欲得の言に一理あり申す。検索ならまだしも、新参で全軍の指揮とはいささか心を置きすぎでは。雲長、欲得、私は諸葛亮を信じている。こたびは彼の命に従ってくれ。兄者がそう言うんならよ。承知いたした。お二人ともありがとうございます。では策を説明いたしましょう。敵に対し我らは貨幣、この勢力差を覆すため崖を仕掛けて曹操軍を一掃します。けっ、そんなにうまくいくもんかよ。やめよ欲得。お二人の働きなくして勝利はありません。どうかよろしくお願いいたします。曹操軍の追撃、この白豪派で押しとどめます。この戦では各軍の連携が鍵となります。皆さん、私の策に従ってください。軍を蹴散らし、繁盛を落とすのだ。皆奮起せよ。我ら劉備殿の盾となり、
敵を退けん。繁盛攻略はならぬか。悔しいがここは引かねばなるまい。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。見事な戦ぶり感服いたしました。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。よし、ここで防御体制を取るのだ。指示を出す者がいなければ運は崩れよう。深夜の砦にいる軍師を狙うぞ。私が打たれてはこの先の策はなりません。敵を打ち払わねばなりませんね。我が大使、果たしてみせる。引かぬ。何もできず引く羽目になるとは。砦の安全は確保されましたね。これで味方の士気に集中できます。この勝利みんなのおかげだな。見事な戦ぶり感服いたしました。王分裂がいる限りここは抜かせん。さあ、かかってくるがいい。やっ、守り抜け。武をもって強固な盾となるのだ。美しくない方はお引き取り願います。我が大使、果たしてみせる。引かぬ。引かぬ。戦車が未熟でござった。敵将討ち取ったり。ご立派なお姿感服しました。ここで引かねばならんとは情けない。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。で終わるわけには。すみませんが先に引かせていただきます。この勝利皆のおかげだな。その勢い誰にも止められますまい。伝令、家計部隊到着しました。無事ついてくれましたか。ここまで守備は上々ですね。
じきにこの一帯も戦場となるでしょう。そうなれば付近の村に危険が迫ります。申し訳ありませんが、村民に避難を促してもらえませんか。ご親切に知らせてくださるとは。さて、急いで逃げるとしましょう。ちょっと待ってくれ。うちのばあちゃん背負っていかねえと。村人は皆避難するんでしょうか。私だけ逃げるわけには。みんなで避難できなきゃ意味ないよな。他の人は何て言ってるんでしょう。なんだって。それなら急いで逃げねえと。え、ここも戦場になるかもしれない。そりゃあ大変だ。早く逃げないと。逃げろって言われても、みんなと一緒じゃないと不安だな。せっ、はい、近くで戦？そりゃ逃げなくちゃ危ねえ。おかげで村民の避難は無事終了しました。協力心から感謝します。伝令、ビジク様が村の民の誘導を開始。民は続々と避難しているとのこと。うまくいっているよ。避難が済めば家計の範囲を広げられます。お、ピンときた。行くならこっちの道だ。さっさと進もうぜ。今横っ腹を突かれる。火星がならぬ。皆連れ来る敵を打ち払うのだ。我が大将、果たして見せる。この波の動きが妙。この辺りを調査する。この異変、殿の耳に入れておかねば。至急伝令を送れ。漏れることはありませんね。あとは準備に集中するだけです。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。
いっすね。輝いてますぜ。おお、何じゃ。ありましたな。電子なるのみ。時にまた頼むわ。敵将討ち取ったり。龍だ。なんと鮮やかな戦ぶり。敵は引いたか。これで家計の触りもなくなったであろう。この勝利だな。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。我が軍が義水艦を制圧しました。さすがですね。これで家計を阻まれることはないでしょう。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。電子なるのみ。やっやっ、なるべく多くの敵を巻き込まねば。ここは我々がおとりとなりましょう。敵を引きつけ家計の範囲へ吸い込むのです。いたぞ劉備軍だ。のこのこ出てきやがって。おえおえ、敵が起きている。この調子で誘導するぞ。アミジャが真の三国武装とはな。あやつを撃てば流れは終わる。よし、追うぞ。我が大帥、果たしてみせる。大したもんだぜ。何じゃ。ここまで引き寄せれば十分か。あとは敵を足止めしなくては。もはや世は見せぬ。暴走軍の将兵よ、この長子龍が相手だ。この勝利皆のおかげだな。おお、兄者やりましたな。伝令、張羽様、敵軍の誘導に成功したとのこと。さすが張羽殿ですね。これでより多くの敵を家計に巻き込めます。家計の支度はあらかた終わったみてえだな。そろそろ俺様の出番だぜ。この勝利、皆のおかげだな。龍が、なんと鮮やかな戦ぶり。拙者、火を放て。王道軍の奴らを追い払うんだ。敵の家計だ。おのれ、姑息な手を使いよるわ。
深夜での借り、ここで返させてもらう。またしても不覚を取るとはな。だが次こそは貴様らを叩き潰してくれる。皆さん、よくやってくれました。これで曹操軍の追撃はやむでしょう。敵将、討ち取ったり。大したもんだぜ、兄じゃ。諸葛亮、お前の手腕、実に見事であった。いいえ、この勝利は皆の尽力によるもの。私はただ頭で描いた策を指し示したまでです。諸葛亮殿の英知、感服つかまつった。どうか戦前の非礼をお許しくだされ。ち、認めてやるしかねえだろ。こうもおめえの言う通りにことが進んじゃうよ。ありがとうございます。これからも劉備殿のため共に尽力しましょう。諸葛亮、ついに曹操の本隊が慶州へと攻めてくるようだ。今回は曹操自らが大軍を率いているとか。今までのような奇策は通用しないでしょう。ではどうすれば。劉表殿の長子劉貴殿と共に南へと引くのが良策です。その後、江東の孫権と同盟を結んで曹操に対抗するのです。報告、曹操軍本隊慶州へ到達。うん、皆くれぐれも無理に戦おうとはするな。今はただ生き延びることが勝ちと心得よ。劉備様を慕い付き従う多くの民、彼らと共にあることで進軍は大きく滞りました。曹操軍は容赦なくそこを狙ってきましたね。結果、皆散り散りに落ち延びることになりました。ああ、しかしまさかこれほどの民が私についてきてくれるとは。彼らを救うどころか戦に巻き込んでしまうとは。今はただ己の非力が憎い。お気持ちはお察しします。ですがご心配には及びません。民は孔明様が用意した船に乗って逃げる手はずになっております。劉貴殿も河口へと先行し、私たちを迎え入れる準備をしているとのことです。劉備様を慕う多くの民を救うため、まずは河口へ向かうことを第一に考えましょう。ああ、わかった。皆の無事を信じ、河口へ急ごう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。待ってください。あなたたちを逃がすことはできません。果たして、あんたら何か企んで逃げてるな。俺の勘がここで倒せって言ってるぜ。劉備殿、今は逃げません。ここへと急ぎましょう。
私を慕ってくれる民、我が大使これほどまで果たして見せるならば、何としても曹操から逃げ切らねば。伝説があるのみ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。光が起きないことを願うぜ。民を連れての逃亡に強い意志を感じます。ここで引くのは気がかりですが。お前さん方、まさか劉備様の軍の人かい？あの民を引き連れて逃げてるっていう。まさにその民のために船が必要なのです。どうか船をお貸し願いたい。そういうことなら放っちゃおけねえな。いいぜ、俺んとこの船好きに使いな。東にも造船所があるのは知ってるか？あっちにも船を出すよう言っとくからよ。無事に船を借りることができました。これも劉備様の人徳の賜物ですね。光れ！